桜マナセカンド始まりました。先週に引き続きちょっと高岡さんにも出演していただきまして、はい、今日はですね、私が常々気にしております、はい、SOD の若手勢力、なるほど、おすすめ女優さんのことなんかについてをお聞きしたいなと思っているのですが、はい、でも今ね、 SOD さん本当にめちゃくちゃ新人女優さん、うん、今めちゃくちゃ多いですよ。毎日デビューしてません？毎日デビューしてると言っても過言ではないしかもみんなめちゃくちゃ可愛くて、はい、デマンドさんのね、やっぱ一押しの女優さんを聞かなければ、うん、いつね、あの共同されるか分かんないので、なるほど、なるほど、はい、知っておきたいなと思って。なるほどね。この業界はところてんだから。ところてん、はい、押し出されていく。なるほど、今いや、めっちゃこうやってるからここを知りたいんです。なるほどね、わ、はい、かりました、はい、じゃあ、まなちゃんが絶対チェックすべき、はい、3名の女優をご紹介したいと思います。ぜひ皆様の本音を置かずに、はい、はい、していただければと思います。じゃあまず、1人目、はい、こちらです。おー、よつらちゃん。そうですね、いやー、まあそりゃそうですよね、はい、湊よつはさんでございます。はい、存じております。存じておりますね、はい、まあ、一応紹介しておきますと、うん、彼女はですね、元ダンス&ボーカルグループのメンバー、うんうん、で、そしてまあ6月の27日先日、ソフィスターからデビューした芸能人系ですね、はい、マジ芸能人ですね。マジこれねあのちょいちょい芸能人って書いちゃうこともあるんだけど、書いちゃう芸能人、芸能人増えてきたよ、はい、ね、本物だから。そうなんです、これは強いよ。なんかちょっとイメージビデオかじっとけば、うん、ちょっとグラビア出とけばという前に、うん、芸能人って呼べるよねっていう芸能人じゃないです、うん、じゃないです、しっかりやってきた、うん、芸能人。いや、ほんと、うん、ガチです、ガチです。で、彼女はアーティストとしてやってきたんで、うん、AV をデビューして、しても、うん、曲も作って、まあ、AV と曲はセットで出てくるみたいな、ね、すごい、まあ、ちょっと宣伝も頑張っておりますが、トラックもね、私見ましたし、お、見ました、はい、よつはちゃんも今、うん、大きいトラック、うん、あとトラックですね、そう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 、はい、走ってるの見て、おおと思ってあれ、渋谷の109の前であのトラックがガーッと走ってきて、うん、マナちゃんと合体するタイミングがありました。うわ、なんかあれみたいですね、月と太陽重なるやつ、うん、月食みたいな、月食みたいな、真っ暗になっちゃうみたいな最悪じゃん。え、そういう意味じゃない、明るい話にした。違う違う、そういうことじゃなくてごめんなさい、間違えた、完全に間違えた、すごい奇跡だねって言うとしたら、う、ね、うんうんうん、全部間違えた、全部間違えた、全部間違えた、はい、お会いしたんですけど、うん、すごい育ちがいいんだなって感じがしました。なるほどね、うん、しっかりしてる、だから映像のめちゃくちゃしっかりされてる、撮影でも、うん、メモ取ったりし、ね、なるほどなるほど、もう前向きなのよ。いやいや、てっちゃん好きよね、絶対そういう人。それも好き。めちゃくちゃ好き。そう、だからまあ彼女にもまあ言う必要もないんですけど、まあやっぱこういう AV の撮影の現場、まあいろんなところもそうですけど、絶対ケンパー系はね必要ですよっていう話は、うん、まあまあ土芸能人に言っちゃいましてね。知ってるでしょう。大丈夫です、知ってるでしょう。まあ、知ってるから、まあ、ちゃんとすごいしっかりいけるなっていうのは、うん、好かれる能力がすごく高いんですかね。わかります。私もだって親父めっちゃ好きになりました。この子のために頑張ろうみたいな、あ、わかる気持ちなんです。ただ、うん、ここにも一人あの現場受けの女王がいるんですよ。おや、うん、現場受け最強だもんね。本当ですか。僕昔言ったの覚えてます？現場受け大事だよって10年前もマナちゃんに言ってたんですけど、はい、あの来た時よりも美しく控え室をして帰ってくるっていうのはね大事なの。着た服も全部ね投げ捨ててくるんじゃなくて畳んで帰るみたいな、うん、弁当は捨てて帰りなさいと、うん、まあね、言ったじゃないですか、はい、でもそれ加速しすぎてさ、うん、スタジオのさ風呂まで掃除したよ帰ってこれなシャワー行ってきますって帰ってこねえなと思って見に行ったら風呂掃除してたね。いや、気になっちゃって。そこまではいいかな、うん、あれはあの、うん、あれだけでしたよ。あれだけか、はい、あ、やりすぎたなって思って、うん、こう行ったなみたいな、超えてきたなって。いや、でも最近は全然もう甘えちゃってますけどね、うん、あ、本当ですか、はい、ダメかと思いますよ、だいぶ。じゃあちょっと初心に帰って、うん、また
や初心大事ですよね、本当に。風呂掃除から始めていただきたいと思います。風呂掃除しますな、じゃあ。田中さん、ちなみにこの四葉、はい、さんは、はい、確実にもうじゃあ確実にもう来てます。もう来てる。めちゃくちゃ売れてますよね。むちゃくちゃ来てます。AV 好きなんだよねっつってる人がこの子を知らなかったらもう僕です。あ、私がその AV 女優さんとお会いしてきた中でめちゃくちゃこの女優さんと雰囲気似てるっていう方がいたんですよ、うん、ちゃんと。おお、私めっちゃはたちゃに似てるなと思って。現場にいる人すべてを受け入れる天女みたいな。なるほど。優しい美しさみたいなものがめっちゃ似てる感じがして、お会いしたの初めてなのにめちゃくちゃこうお姉ちゃんみたいな。なるほど。雰囲気があって、うんうん、彼女もマナちゃんが初めて会った AV 女優さんらしいですね。マナさんでかいっすねって口で。ああ、こっちでもこっちでもじゃなくて放つオーラね。あ、ほんとでかい。嘘。なわけないでしょ。歴は一緒くらいですか。あ、もしかすか。そうですよ、うん、同じこうね、うん、違う女子は好きだけどここで交わるとね、うんうん、すごい。いや、仕事でしたっけ。もういい。間違えました。多分、比喩として違います。私、なんかちょっと間違えましたわ、それ本当に。ごめんなさい。確率の話をした、うん、確率、うん、奇跡です。すっごいダークな話みたいなところでやめときます。奇跡です。奇跡です。そして、続いては、続きまして、はい、こちらです。おお、はい。ももなちゃん。めっちゃ可愛いんだよな。元地方公務員兼グラビアアイドル。うん。うん、脅威の M カットっていうね。M って、うん、A、B、J、D、E、F、G、H、I、J、K、M。え？13。すごい、13個目っすよ。どうしたら行くんですかね、うん、M って M っすか。え、いくつでしたっけ。知人なんですよ。なるほど。何個目から何個目。いや、言っていいのか分かんないですけど、うん、E ぐらいなのに F にしたじゃないですか。誰かですか。大人が。大人がF くらいあるよ。でも E ぐらい、うん、今 D ぐらいじゃない。4、4、いい、うん、ちょうどいいよね。いっちゃう、気持ちいいんじゃない。そうですね、なんかちょうどいい、うん、言われてみれば、うん、でも大きいに越したことないですよね。そう、でもすごいですよね、うん、このなんかギャップが、顔のなんか幼い感じと体のなんかこう成熟した子供の感じと、こう、地方公務員、本当ですか。いや、本当だよ。すごくないですか。こんな方いたら仕事になんなくないですか。危ねえ質問してくるんだ。ほんとだよ。ほんと、そういう疑いじゃないですよ。いたらやばくないっていう。いたらやばい、疑ってかかってるわけじゃないですよ。そうですよね。はい、本当にもう地方公務員で、まあ、グラビアもやりつつ、うん、もうデビューしてるんですけど、なんと彼女は1回のエッチで100回くらい行ったりするらしいですよ。やばっ。100行きするらしいですよ。高橋有名人並みのこれですよ。こういう感じですよ。そういう感じ。すごいな、なんかもう桁が全部違うんだよな。そうなんですよ。胸もそうだし、桁違い、なんかすごい逸材ですね。そう、彼女はもう抜群のプロポーション、うん、生まれ変わったらこうなりたいっていう具現化した感じ、うん、なるほど。です。でもマナちゃんもさ、デビューした時はさ、ぷくよかな感じというか幼さもある感じがあるんですか。でもさ、半年ぐらい会わずにいて、あったらさ、めちゃくちゃすごい体になったじゃないですか。どうしたのって話聞いたら、うん、その時木更津住んでたじゃないですか。はい。木更津の裏の山で走り込みしてたって。どよばかだねーって、首で作ってくるねっていう話をね、その覚えてますよ。山、山行きましたね。あの山走ってましたよね。はい、いっぱいあるんで、木更津坂が。走りがいのある坂しかないんで、田舎なんで。あれでこの体作ったんですよね。いやでも全然、いやでももうだいぶ坂行ってないんで、はい、ちょっとそろそろ行かないとですかね。やっぱりこういうすごい方来ると、そうですね、やっぱ自分の体なんてって思っちゃうんで、うん、坂行きますわ、うん、最後、最後こちらです。出たー、我らがチャンヨタ。チャンヨタですよ。チャンヨタは才能の塊だからな。この人はすごいですよマジで。唯一無二って
この人を言うんだなって思いますですね。本物ですからね。いやマジ本物。筋肉もともと筋肉ムキムキで、うん、いらっしゃったんですけど、うん、はい、でその後、うん、もう今プロレスデビューしちゃってるというね。あーいね。いやマジでなんかノリで出てるというよりマジで出てるんですよ、うん、でまあ筋肉系女子 YouTuber としても活躍しながら、うん、その裏でパワーリフティングの大会に出て優勝したりするんですよ。めちゃくちゃなんですよ。めちゃくちゃですね。僕も腕相撲とかやったりするんですけど一回も勝ったことないです、うん、いやそうですよ。そううちのチャンネルでもねムエタイのちょっと対決したんですけど、はい、ボコボコにされた。強い。この AV 出て、うん、筋肉ムキムキで、うん、生物としても強くなる、はい、タイガちゃんが目指すものっていうのが、うん、なんか前聞いて衝撃受けたんですけど、はいはいはい、とにかく生物として強ければいいんだと、うん、存在として強ければいいんだみたいなことを言ってて性と筋肉なんかすごいじゃないですか。そこ極めたらそうなんだ。まず確かに生物として最強じゃないですか。そこってフィジカル的な部分で言うと経歴もいいですよね。いや、そうなの。もともと警察官だったんですよ。うん、そう。そう。で、その後、こちらの AV の世界に来て、はい、AV の世界に来たのも、はい、その筋トレしてたんでね、はい、パーソナルトレーナーなんて、うん、女の子、夜のお仕事してる子とか、まあ、AV の子とか、まあ、いろんな女の子にその自信を持ってもらいたい、うん、大きさです。なるほど。すごい。で、まずは自分がその道で有名になっておかなければということで来たんですよ。やっていくうちにパワーリフティングの大会出て優勝するじゃないですか、うん、はい、だんだん自分が強くなりたくなっちゃったらしくて、はい、一旦プロレスやりますちょっと自分強くしてーすって言ってで今のプロレスで頑張って。おあ作品も出してはいます。 AV も出てます。ずっと出てます。すごい、はい、両立できるんですね。そうなんです。1日に3件ジムはしごしてるらしいです。やばっ3件。なんか一家に1人ちゃんよとちゃん欲しいです、うん、最強っすね。最強最強です。私今まで出会ってきた女性の中で一番強いですか、うん、多分一番強いですよ、うんうん、やりきるのすごいですよね。そうそうそう毎回毎回、うん、そうそうそう。ただまあね、マガちゃんもやめてくださいよ。いいんです。私はもう本当にマジで小説を書いてやめてくださいって。毎日コラボを書いて文章を練習してやめてくださいって。もうそれが映画になっちゃってやめてくださいってもう何冊本を出してるんですか。いや大したことないですよ。ですか。でも最近新しいの出ましたよね。うん、書きましたね。そういえば書きました。書きましたね。何でしたっけ。ごっこです。ごっこぜひご拝聴ください。幸いでございます。やっぱプラスアルファ何かを持っている女優さんじゃないとやっぱ生き抜けないっていうのがこの業界のシビアなところなんだろうなっていうのはやっぱりこの流れを経て感じてるところではあったんですけど、マジで最強なメンバーしかいなくて、ちょっとデマンドに今すごい新しい風が吹いてきてるので、私もね負けじと頑張んねえとなって改めて思いました。改めて普通に全員好きだったから、うん、全然なんかただ聞いてるの楽しかったです。お、本当ですか。おあんまり関わる機会ないじゃないですか、女優さん。そうですね。なんか増やしてほしいなと思いました、うん、デマンドさんに。あ、本当ですか。昔みたいな様子とか、女、ねうんうん、の子たちがこう一致団結してね、一緒にこう、うん、なんかイベントを作っていくみたい な、うん、なんかそういう機会があったらこう、もっともっとこう距離縮まるんじゃねって思って。そうですね、うん、なんかやりますか。やりたいですね。やりました。釣りでも行きまして。釣りっすか、はい、みんなでとかバーベキューとか。おー、遊びでいいんですか。遊びでなるほどね。まずは遊びからね。 SOD ランドでやらせてもらおうかな。おっえなんでやなのよはい、というわけで、てっちゃん本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんは快適なオナニーライフを。はい、じゃあアデュー。